おはようございます。今日は4月にね一度来させていただいた今田農園さんに2回目の取材に来てみました。前回はね小松菜の収穫の、取材をねさせていただいたんですけど、今ねどういう風になってるのかちょっと行ってみたいと思います。前回小松菜の撮影ここですよね。いやこっちでしたっけ。こっちだと思います。あ、こっちか、はい、全部小松菜ですか。はい、あ、10番に、はい、あ、こういう風に水かけるんだ。どのぐらい水分量みたいなのっていうのは計算があるんですか。計算ではもうこれ勘になっちゃいますよ、ね。はあはあはあ、ただ水をやっていい時期っていうのもあるので、はい、でやる時期とやらない時期もあるので、はい、それは葉っぱの数を見ながら。へぇー、双葉から始まって今4枚目が双葉を抜いて4枚目が出てるところなので、はいはい、それが一応最後の完水という目安になる。はぁー、それ以降に水やっちゃうと太らずにどん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 上に伸びていくんで、うん、ひょろひょろのになっちゃうんですよ。へぇー、小松菜をやるっていう風になんかどういうところから小松菜になったんですか。あー、それこそ僕広島で研修出た時にやってたのが、はい、小松菜と、はい、はいはい、それでまあ失敗しづらい作物で。あ、そうなんですか。はいはいはい。生姜、もともとはこれ多分3つぐらいがくっついた大きさだったんですよね、種というか。え、これで種なんです。なんかもう市販で売ってる形のイメージなんですけど、はい、これが生姜を植えるんです。生姜を植えて生姜を取る、っていう感じです。ん、生姜、そのこれってもう変な話製品に なってもおかしくないようなやつなんですか。そうですね、まあ、ちょっと、まあ、芽が出ちゃってるからあれですけど、はい、芽が出る前だったらただの生姜です。あ、そういうことなんですね。で、まあ、例えばこれを土の中に植えるんですか、はい、となるとどうなっていくんですか、この生姜が。こいつらがイメージとしたら、これが今芽なのでこうやって植えたら、はい、ここから伸びてって、はい、で上にあの収穫したい生姜ができる感じです。大きさ的に同じようなサイズがどんどんできてくる。これからもっと大きいものが取れていく感じですね。あ、そうなんですか。これ植えてこれしか取れなかったら意味がない。あ、なるほどなるほど、はい、これが倍というか、このどんどん5倍ぐらいになればいいのかなっていうことみたいですね。もうブヨブヨですよね。あー、ちょっといいですか。あ、なるほど。本来ならこれが育っていく予定だったのか、その、まあ、芽も出ずというか、そうですね、大きくならずに、うん、植えた状態のまんまで変わらず、うん、そのやっぱ寒さによって成長しないでっていうことなんですか。腐る方向に行っちゃう。あ、判断としたらこの植えてどのぐらいまでの期間で、1ヶ月ぐらいですね。1ヶ月見て、大体1ヶ月で芽が出てくるっていう話だったんですけど、はい、ちょこちょこ掘ってみてもこんな状態なので、うんうんうん、そっか。前回見たブロッコリーたちが育っております。すごい。いや、全然違う。向こうの奥が長ネギでしたっけ。長ネギ、かのこそ、ブロッコリー、いや成長しましたね、やっぱり1ヶ月で見違えた。ブロッコリーなんかそれこそブロッコリーも、ね、はい、もう何にも目というか、はい、じゃあいのがわー、すごい。まだもちろんなってないんですけど、このど真ん中にできてくるんですよね。へえ、あのみんなが見るあのなんか、はい、細かいババババっていう、うんうん、この真ん中にできるんですね、はい、じゃあこの外葉っていうかそういうのはまあ落とすだけで、落とすだけってことになりますね、はい、パイナップルみたいなイメージです。あ、はい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 、言ったことがないですけど、比
較的ブロッコリーっていうのは強い作物とか、どうなんですか、この新規で収納する方におすすめとか、そういう。やりやすさはやっぱありますね。あの町内キャベツもあるじゃないですか。はいはいはい。キャベツと比べたらやっぱりやりやすいですね。あ、キャベツの方が難しいんですか。難しいですね。あ、そうなんですね。うん、っていうのも、まあ、僕が思ってるのは、まあ、虫の対策ですけど、はい、キャベツは あそこも含めて葉っぱじゃないですか、はい、食べると。だからあそこにも虫がつくんですよね、いっぱい。ああ、なるほどなるほど。だからそれを一生懸命、まあ、抑えなきゃいけないんですけど、はい、ブロッコリーってこの葉っぱには虫つくんですけど、はい、食べるところ、はいはい、辛いっていうんですけど、あそこにはほぼほぼ虫がつかないんですよ。農薬とか別に撒かなくてもってことですか。そうですね、あそこを虫に食われるってことはほぼない。あの子草も今この状態っていうのはどうですか。これも10月に掘るので、はいはい、あ、まだまだじゃあ先なんです。成長っていうのは大きさが上に伸びていくものなんですか。例えばこれ単体で言えばもちろん上に伸びていくんですけど、はい、横からどんどん新しい芽が増えてくるんですよね。はい、これなんかは新しいのが横から増えてきたやつで、そうですね、あ、メインのこのメインのやつからどんどん脇に脇に増えていく、ね、根がこう横に張っていく感じなんですか。そうですね。はあ、で脇芽をどんどん増やしていくと根も増えるので、うん、まあ、これは根を取る作物なので。あ、根を取る、はい、この上のやつは逆使う、あ、根っこが商品なんですよね。カノコソウはそういうことらしいです。で、見えないところが商品なので、はいはいはい。じゃあこの収穫の時の 10月ぐらいに、はい、根がどういう風になったら、あ、いいものだ悪いものだっていうのは、それはもう掘らないとわからないですね。掘ってみて、でしかも乾燥してみないと、はい、どれぐらいの量は重量になるかがわからないので。あ、そういうもんなんですか。まあ見た目で言えば細い根っこよりかはやっぱり太い根っこの方が、はい、やっぱり重量としては出てくるので、太い根っこを作るのはじゃあどうしたらいいんだろうっていう